私たちの命を育む食べ物。農家は食べ物を栽培するために大地を耕してきました。大量の化学肥料を使い、大量の農薬を使い、大規模な農場で食べ物を栽培してきました。そのため農業が食の安全や環境破壊といった問題を世界中で引き起こしています。地球の未来はどうなるのでしょうか。この問題を解決するヒントを見つけた日本人がいます。川口義和さん。60年以上米を栽培してきた農家です。一般的な田んぼでは整然と整理された水田に稲を植えます。しかし川口さんのやり方は全く違います。草であふれる川口さんの田んぼ、実は草の間で稲を栽培しています。土を耕さず、肥料や農薬を与えずに、自然に近い環境で米を作っているのです。川口さんはこのやり方に自然農という名前を与えました。自然農は世界の農業が抱える問題を解決する持続可能な栽培方法として注目されています。自然に沿った栽培の仕方ゆえに、まあ、自然農と、まあ、そういう呼び方をしてますけども、その都度その都度実りを手にできるように、まあ、応じる、従う、任せると、まあ、そういうあり方なんです。川口さんが暮らすのは古に日本の国が始まった場所、奈良です。自宅の近くには奈良の長い歴史を感じさせる場所が数多くあります。三輪山をご神体とし、日本最古の神社の一つといわれる大神神社、歴代の天皇の御陵、長い歴史が受け継がれてきた場所に川口さんの田んぼはあります。自然農とはどんなものでしょうか。まず大切なのは耕さない、田んぼの表面を耕さない。一般的な農業では耕すことは常識です。しかし川口さんは耕すことをやめました。自然界では耕さなくても植物が成長していることに気づいたからです。耕さなければ草の根が張って土が柔らかくなるだけでなく、ミミズなどの小動物が生き残り、土を豊かにしてくれます。また土に湿り気が保たれるため乾燥しにくくなるという良さもあります。それから肥料はいらない、持ち込まなくていい。川口さんは
化学肥料も有機肥料も使いません。耕さないことで長年土の上に積み重なった草や稲わら、そして生き物の排泄物や死骸が肥料になるからです。これは森で起こっていることと同じです。森では肥料を与えなくても植物は育ちます。落ちた葉っぱや枝、そして死んだ生き物が微生物や小動物に分解されて養分になるのです。それから草や虫を敵にしないと、草や虫は敵でないと。稲を育てるときに害を及ぼすことがある雑草や害虫、一般的な農業では雑草や害虫を取り除くために農薬を使います。しかし川口さんは使用することをやめました。田んぼの中の生態系のバランスを崩さなければ雑草や害虫が大量発生することはないため、農薬を使わなくても済むことに気づいたからです。除草剤や殺虫剤を使わない川口さんの田んぼは様々な種類の生き物で溢れています。自然に沿って任せる自然の、しかし人は何もしないわけではありません。稲が幼い時は周りの草に負けてしまうことがあります。それを防ぐために草を刈ります。そして水の管理を行うのは人です。自然の力を最大限に生かしながら、必要に応じて人が手を貸す。川口さんが育んだ自然農の基本です。15歳で農業を継いだ川口さん。当時は土を耕し、化学肥料や農薬を使う農業を営んでいました。ところが次第に体調を崩し、心身ともに苦しみます。その原因が農薬であることに気づいた川口さん。それまでの栽培の仕方を問い直し、安全な農業を模索しました。10年の歳月を費やした結果、生まれたのが自然農です。自然農は米作りだけではありません。野菜も自然農の原則に沿って作っています。その数およそ100種類、さまざまな野菜や果物を自然農で栽培することに成功してきました。自然農で作った食べ物には特徴があるといいます。静かな味、深い味、それでいて、それぞれそれぞれの作物の特色の味があって、命を育んでくれているのを感じるゆえに納得して樽を知ることになるんですよ。やっぱ多くを必要としない。美味しくて安全な食べ物を作ることができる自然農。それに共感する人々が増えたため、
1991年から無償で教える活動を始めました。これまでに8000人以上を指導したといいます。今では生徒たちが日本各地で自然農を実践、韓国などアジアにも広がり始めています。川口さんは自然農が実践できる場所はアジアに限らないと考えています。作物の生育だとか田畑の状況だとかその土地の土質だとか環境だとかね、その気候ほどに合った品種を選べば必ず育つ、地球上どこにも通用する栽培の仕方。田畑の中だけで循環できる自然農は世界の食の問題を解決するヒントになると川口さんは言います。人類が抱えている大きな課題である持続可能な農業、持続可能な食料の確保の仕方のところで、その答えを出してくれる栽培の仕方、持続を可能にしてくれる栽培の仕方だないのはもう今年で40年目ですけども痛感します。自然の調和を損ねない自然農には人類の未来を育む可能性が秘められています。